葉女子短期大学池袋校スタート。イエーイ。皆さん明けましておめでとうございます。明けおめ。はい、ちょっと先に自己紹介から。そうですね、初めましての方もいらっしゃると思うので、樋口ゆかです。歌とグラビアの方で活動しています。よろしくお願いします。カンバーズです。ジャンルは定まってないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はですね、毎月の第4土曜日に1時から撮影会とユーストリームのこの公開生収録とお茶会の3点セットで90分のゆるやっとホームなイベントを池袋でやっております。ですね、今年始まっての今日が初の一発目です、放送になりますが、皆さんお正月は、年末年始はどんな感じでお過ごしだったでしょうか。アムちゃんは。私はね、年末年始は実家に帰って家族全員インフルで倒れました。本当に正月辛いね。辛いよ。私カウントダウンの時に本当に死んでたもん。お父さんもお母さんも弟がいない、ね、弟もお姉ちゃんもみんな、私も5人でインフル。うん、インフルと、まあ、胃腸炎の人もいるけど結構トイレが混んでるみたいなねあもうね、大変なお正月でしたね。大変だよ。でも、まあ、年始からそんなこう最悪な事態が家族で起こったらね、もうこれからも上がっていくしかないよね。そうそうそう、右肩上がりでいくんじゃないかなと、うん、で番長は。私はですね、実家京都なので京都の方で過ごしたんですけど、まあカウントダウンはお好み焼き食べながらゆるーりして。関西だね。そうそうね、私お好み焼き大好きなんで。でですね、皆さんがご存知の伏見稲荷大社、商売繁盛の神様なんですが、よくそうだ京都へ行こうっていう CM とかでも流れてる千本鳥居っていう鳥居があって、ブワッてあるよね。そう、あれね、こういう時間に行くとすごい火があったっていいんですけど、初めて年明けて1時ぐらいから、まあ、ワインなりシャンパンわーって飲んでて、まだ酔っ払いだ。そうなの、飲んでのちょっと酔っ払いの千本鳥居登るみたいな。フラフラじゃん。すっごいしんどくてフラフラよみたいな感じで、真っ暗な千本鳥居の持ってきました、うん、ぜひとも京都に行った際はね、行ってみてほしい場所ですね。なるほど。そうなんです。宣伝。そうそう、京都の宣伝、何者でもないけど、ね、そしてですね、今日ちょっと見た感じでお気づきかもしれないですけど、ツイートもねちょっと入ってるんですが、そう、今日はですねお三方ではなくお二方なんですよね。真ん中のね、おバカちゃんが。そう、おバカちゃんがいと今日はですね、なんとちょっとね体調不良、私が年末にちょっと体調不良、年始かな、ちょっと体調不良で、でも初正月体調ちょっと回っちゃったみたいなね、順番にね。そうなんです。すいません今日はちょっと年末からのね、みんな流れでこのまま順番にスタッフさんに回っていきますから、風が風なり胃腸炎、風と胃腸炎とインフルだっけ。そう、もうね大変。私喉来たから、長弘ちゃんなんか分からんけど、まあまあそのいろんなのがね、いろんなものが回ってきたんでいくんですよ。まあね、気をつけてね、順番回っていくんで大丈夫だと思います悲しい感じの放送なんですが、今日はですね、いい報告があります。はいはい、何でしょう。前回ねクリスマススペシャルをしたんですけど、その時のアーカイブが、うん、なんと2923視聴数だったんです。おお、もうちょっとで3000。そう、いつものね10倍以上の方が見てくださったということで、ありがたいですね。まあ今回はねもっと上がればいいけどね。このまま今日は3000超えで。だってこれでさ視聴数下がったら、いやその前回の見てつまんないなと思って。そうだよね。今日はみんなやめようみたいな。そうでしょ。今日もね面白い企画もまたご用意しておりますので。何が好評だったんだろうね、今日の先月のサンタコスかな。サンタコスもコスいいよね。そう、あ今日コスプレないね。だってあれ初めてだよね。いいんじゃない、毎回なんかみんな決めてコスしてもいいしね。何、みんなコスプレが好きなの。その辺もちょっといろいろツイート、俺何コスが好き、何萌えとか書いてくださると分かりやすく答えれるメンバーなんだよそうなんですが、じゃあとはいつもの、はい、いっちゃいますか。アムちゃんはすごく楽しみにしてますか。私はもう楽しみじゃないんだけど、コーナーに行っちゃいたいと思います。とある神様からの無茶振りコーナー、イエーイ。はあ、私は気が重いね。
このコーナーはですね、神様から出されるお題の絵を描いて対決するコーナーなんですが、得意、見せて、いつものあれ見せて、私の自信作、これなんだっけ、なサソリはい、こんなね、化け物が、あむちゃんもほら顔が隠れて顔がサソリになってるよ、イエーイこんなね、コーナーがあるんですけど、ね、本当にやだ、裸の王様コスとか言ってるよ、裸の王様コス、ちょっとヌードじゃん、それあのずっとこれで隠すみたいな動けないよ何にもできないみたいな、そんな感じなんですが、ちょっと行ってみますか、はい、新年一発目の絵を行きますか、やだねやだねとか言って、では早速第1回戦いきたいと思います。はい、第1回戦のお題はこちら、え、襟巻きトカゲ、え、あのね、みんなこうさ、放送最初から見てくれてる人思わないですか、本当にここねどんどん書きにくいものになる、フライングしていい、あ、もうダメだな、そう、やめてよ、得意なんでしょ、では追いかけタイムスタート、結構ね、あのピンチピンチピンチ、トカゲって何なの、あかん、私も化け物や、どうしよう、待って、めっちゃ難しいんだけど、あー、できた、どうしよう、ちょっと待って、もう私結構うまいんだけど何か分からへんやったー、もうなんか、はい、え、待って、あむちゃん自信ある、ある、マジで、じゃあ私先出そうかな、私も何か分かんない、まあ、とりあえず正解見てみるね、正解はこちらです、あー、そっくり、どうしようもうね、まあ、行くわ先に、私私もう本当嫌だ、私の襟巻きトカゲこんなんですこれやばくないこれ私やばいんだけど、はい、テンション上がってる、じゃあアムちゃんのエリマキトカゲどうぞ、テンション上がってんだけど、超うまくない超うまいんだけど、なんかうまくない、これうまいの、うまいでしょ、これでもさ、失笑なのか爆笑なのかよくわかんないのかな、ずいぶんなんか猫背なさ猫背なほらほら見て、怖すぎる妖怪、新妖怪紹介コーナーすごいね、わぁ、てか白衣のコスだって、あ、白衣、エロいね、なんかいいね、メガネとかかけたら、あ、じゃあ私白衣着るからみんなナースになればいいじゃん、いや私患者がいい、パジャマ着る診断されたい、面白い、いいね、いいね、みんなパジャマで着てもらえばいいんじゃない、いや、これウーパールーパーっぽいって、確かに、これウーパールーパー、ウーパールーパーだからオッケーっぽくに、オッケー、でもこれはもう一問じゃない、もう一問はいくよ、もうやだ、もうちょっとね、なんかこう、スタッフさんももうちょっと書きやすいのにしてほしいよね、じゃあ、行っちゃうよ、第2問はこちら、ちょっと待って、イナバウアー、ものじゃないんだけど、イナバウアーでしょ、私なんか嫌になってきたこれイナバウアーをさ、まず、わぁ、始まってるし、イナバウアーをさ、賭けとかいうさ、お題が意味わからないかな、待って、これはね失笑、やばい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 、難しい、待って、あ、あ、化け物やわ、どうしよう、やばいやばいやばい、もういや、ちょっと待って、今ね、でもういや、どうしよう、ねえ、私絵うまいはずなんだけどね、そういうのはもういいよなやばい、時間が、あ、どうしよう、あ、え、オッケーって見えた、もういや、え、もういいわ、私から行くわ、爆笑、もう正解とりあえず見てみましょう、正解見ます、こんなに嫌なのかけるわけないじゃん、バカじゃないのなんだこれ、まずさ、こういうのさ、出ししてるバカじゃないの、美大行ってないのに、もうあのね、とりあえず行くよ、もういいよ、行きますよ、もうなんかやだ、欲しいもん、はい、これ腰、なんか骨折した、
骨折してるよ。いや、もうアブちゃん行っちゃって。あれ、よーいドン。ちょっと稲葉さっきボッチャよりはマシでしょ。ほら言われてる、アムの自信はなんだ。ダメだな。もっと言って、もっと言って。ダメだな。でも、次もあんのかな。だってこれ稲葉はしてないやん。してるじゃん。イエーイ。でこれは折れてるじゃん。これ折れてるじゃん。これ折れてるじゃん。私あの子出したくないですけどね。もうちょっとさ、普通のにしてほしくない。ねえ、いいよ、今日は楽しいのかな。でも2問でいいよ。1問でもよかったぐらいだよ。2問で終わり。じゃあ、じゃあ、ね、判定してもらいましょうか。そうだね。じゃあ、ね、残念、残念な人に拍手をしていただきたいんですが、皆さん お決まりでございましょうかね。もうね、もう嫌だ。じゃあ、はい、アムちゃんが残念だと思う人、拍手。バンチョが残念だったと思う人、次のコーナー行きましょうか。イエーイ。私の方がイナバーはしてるよ。いや、これ折れてるだけ。人間じゃない。でも大丈夫、2人分もね、もういいよ、アムちゃん早く過ぎて。これはね、残念だった方は罰ゲームがあります。私も喋んないから。残念だった、これチョコだっけ。まずもう私の罰ゲームをね、するんでしょ、どうせ。もういいんだけどね、全部飛ばして。罰ゲームは恥ずかしいセリフ。はい、はい、もういいよ、ちょっと行っちゃおう。じゃあお題は出たよ。あのね、最近思うんですけど、私用の作ってますよねっていうものがね、あるんですよね。まあいいんだけどね、これ絶対アムちゃんの時は言わせないんだろみたいな。ギャッ。はい、ワンちゃんの恥ずかしいセリフまで3322111。おい、酒だ酒、酒持ってこい。ちくしょう、また振られた。なんだこりゃ。恥ずかしいってか、もう悲しいセリフだよこれさ。何これ、酒酒してるセリフじゃん。私ね、あんまり酒酒しないんだよ。楽しいお酒が好きだから。なるほど、まあ、というわけで、以上、とある神様からのジャブリコーナーでした。ちょっとツイートがね、あるんですけれどもね。まあね、私服がいいって。うん、あ、私服ね、いつもでも私服だよ。うん、そうなんです。前回だっけね。また、うん、またの間から覗いてる人だな。絵のことじゃない、私のさっきの絵、うん、あれはイナバウアーです。すごいですか、皆さん。何、影人間、あ、私のやつかな。まあ、でもどっちにしろなんか、もうどっちを下手くそってことね。ゆかちが好きでも怖い。みんな良さ分かってくれないんだ。でもね、さ、大丈夫だよ、私の絵も含めて好きになってね。でも今からね、絵のこと全部忘れるよ。はい。はい、今日はちょっとまたね、うん、先取りなんですが、バレンタインスペシャルのコーナーをいっぱい決めます。イエーイ。なんかバレンタインで、もうね、ちょっとね、明けましておめでとうは遅かったくせに、バレンタインでは先取り的な、そうですね、感じなんですが、皆さんはどんな思い出があるのかなって感じなんですが。思い出ね。アムちゃんは？私はね、あんま自分の思い出とかじゃなく、うん、私弟がいるんですけど、うん、弟が結構もらうんですよね、チョコを。ほうほうほう。でそれをもう全部私が食べてたっていう。でも、うん、手作りはちょっと外れもあるから、ちょっとね、正直ね、美味しくないのもあったんだよね。美味しいのもあったの、じゃあ。ちゃんと、いや、なかったかもしれない。ひどくない。ごめん、カミングアウト10年後とかだから全然いいよね。はなちゃん一人、はなちゃん名指し出ました。お姉ちゃん怖いよ。他はもうシークレット忘れちゃった。そう、一番まずかったのがはなちゃんとかだったから覚えてんの。なに、はなちゃん、はなこちゃん、花子、花子、ああ、まるまる花子、花にしたのに花子って言われた。花とか聞くとね、うん、弟くんは食べないんだ。甘いの嫌いなの。残念。まあ、わからなくて、私も甘いの食べないから。そうか、ゆかはね、うん、バレンタインか。私、可愛い思い出ありますよ、意外に。
小学校3年生ぐらいの時によくあるでしょ、こう小学生ってさ両思いなのになんかこうお互いもちもちしちゃってね、そうそうそう、別になんか好きじゃないしみたいな、ああいう感じだけど、バレンタインデーに私は渡したのよ、思い切って、忘れました、ね、顔はちょっと忘れてるんですけど、名前は力也くんってところなんですね、力也くん、なんかこう結構そっけなくバレンタインデーし、はい、あげるみたいな感じで、このツンってした感じでね、そうあげたんですけど、あるよね、ホワイトデーにホワイトチョコが返ってきた、ロマンチックじゃない？かわいい、ホワイトデーにホワイトチョコ、そうかわいいね、完全に出来上がってるみたいな、でもね絶対お母さん考えてるよ正直ちょっと待って、私のさいい思い出をどうしてそんな踏みにいじるのだって絶対お母さんがねそれを渡しなさいって言ってるからね、ね、私ねなんかあんまりヤムちゃんと仲良くなれない気がしてきたひどい、でもね私ホワイトチョコ食べれないんですよ、どうしたのそれ、で妹がホワイトチョコ大好きでくれくれ言われたんだけど、うん、一応好きな男だしあげないって言ってずっと大事に引き出しにしまってたらね、なんか緑色になってカビ生えちゃったそんなにさ食べさせてあげればよかったの、そうでお母さんにポイって捨てられたあっけない、そうなの、ごめんねリキヤここで謝るんかい、そう、そんなこともあったなと思って、ね、みんなバレンタインではねどんな思い出があったんだろうね、なんかこう最高なことか、最高なんかないの、こうちょっとツイートしていただけると面白いんですけど、なんかこうこう見てる人でモテモテ男子いないですか、モテモテ男子どうする、100個とか言われたら、あれなんかアムちゃんほっぺ膨らましてんの、あごめんごめん、さっきは変な顔してる、ごめんその前にお年玉くれ、いや私たちがもらいたいんで、ぜひともあの届けていただいてもいいんで、やばい、ブラックアムと書かないでください、みんなもっと書いていいよ、ブラックアムブラックアムブラックアム、私が前やってた番組でねずっとブラックアムって呼ばれてたから、でもこれやっぱ本性だからいいんじゃない、わーわー怖いよ女の子、ゆりさんこんにちは、オートサロン、あオートサロンありがとうございました、ちょっとね過酷な3日間でしたが楽しく過ごしました、来てくださった方は本当ありがとうございますね、残酷な花子って言われてるよ、ごめん花子ちゃんね、一番まずかった花子みたいなねちなみに花ちゃん何作ったの、なんかねもうベタなねチョコのねブラウニーみたいなさ、あー一番ね、えでもブラウニーなかなか失敗したのかな、なんか苦なんかまずいしょっぱかったんだよね、お砂糖と塩入れ間違えた的な、そんなベタな間違いするかな、でもほんとまずかった、それでねこうこいつ料理下手だなってこうちょっと印象付けたかったのかもしれないね、いやーそれは逆効果でしょはいやっぱブラックアムですはい、みんなねちょっとね最高何個とかすごい教えてほしかったんですけどね、何個くらいなんだろうね、うちねお父さんがねクリスマスじゃないや、バレンタインのお誕生日なんですよ実は、すごいなんかね、だからこうバレンタインデーどうこうよりもお父さんの誕生日みたいな、なんで、まあ、一緒になっちゃうもんね、そうそうそう、お金かかるんだよねだから、チョコレートいらない代わりにプレゼントが必要でしょ、確かに、そうだから ねこうバレンタインデーまあ忙しいんですよ、お父さんの買い物行ってチョコレートの材料も買ってみたいな、誕生日のもねやってね、そうなんですよ、まあ、今年は何を買おうかなって感じですわ確かに毎年困っちゃう、そうなんですよ、そしてですね今日は、まあ、ちょっと早いバレンタインデーなんですけれども、私たちからの、私たち実はこんなものを用意しちゃいました、イエーイ、これかわいい、かわいいでしょ、ソニプラ言わなくていいよそれまあこれを今日来てくれたお客さんにはプレゼントということで、そうなんです、実はですね先にちょっと来ていただいた方、まあ、抽選というかゲームというか、うん、あの勝ち抜いてもらった2人がいるので、その方たちに番組内で直接渡しちゃおうかなみたいな、愛の告白、はい、ちょっとねもうなんか告白される気分というかもう彼氏気分で受け取ってもらいたいものですね、そうですね、じゃあどっちからいっちゃいますかね、私からいっちゃいましょうかね、はい、じゃあ先に私のチョコに当たった方、はい、いきますよ、いっちゃいますか、バッチョのチョコプレゼントもです、さあ3、2、2、1、1、いつもありがとう大好きだよ、何今何にも言わずに座ってる、可愛く言ったでしょ、シャイボーイだね、シャイボーイ、昔はさツンケンしてもさ今は可愛く言えるからね、あーそのね技覚えたか
丸いな、余ったらください。あのね、いい感じで1個ずつしか用意してないから、ここに来てくれた方が良かったんですけど ね残念ながら。ユンニさん、ユンニさん11個あげるんだ。女の子かな、あ、かな、いいね。11個ってことは10個はギリかな、ね、マジでアーム怖えって入ってるよすごいね。おさむさん、待って、おさむさん結構なんか現実的で怖いね。確実な全員死死だって見て、このクマが手作りかもしれないんだよ。なんかもう中がソニプラなんだよね。そうそうそう、プラスチックでもうすごいなんか作った怖い怖い。ではでは、アムちゃんのが当たった幸運な方、前へお願いします。いや、行っちゃいますか。では、アムちゃんからの愛の告白まで33221、ラブラブドキュンブラックアムって書いていいよイエーイ、ね、ラブドッキュンだね。ね、あ、男の子なのにチョコあげるんだ。逆チョコ、すごい。ちょっと待って、樋口声おかしかったぞおかしくないよ、また前でも喋れるんだよ、かわいいな、かわいいチョコレート食べてねやばい、超かわいい。一回ね、昔ね、こうやってなんか放送したことあるんだ、友達と頑張ってね、一緒に声読みちょっと、ずっとツイートがね、無理しないでだった面白い、みんな結構ね面白い、そう、みんな気遣ってくれて優しいんだよね、うん、初見なんですが、この番組は観覧できるんですか。そうなんです、来れるんですよ。来ちゃって来ちゃって、池袋で放送してます。あの、私たちのブログにも載ってるんで、ぜひぜひ来月来てください。キャノン、はい、そんなちょっとのほほんとした、うん、ちょっと早いですがバレンタインスペシャルコーナーでした。イエーイ、もうエンディング。そうだよ、今日はね、秋葉がやんないよ。流行が数年前だった。ラブドッキュンよ、ラブドッキュンはまだ流行ってるよあらららら、まあそうだね、私もああいうのをね、こう曲が流れ出すとね、うん、シャンパンシャンパンって飲みたくなっちゃうけどね。してるんですよ。そうだよ、いいでしょ、ね、お互い嫌い同士なのにねよく言うよ本当は好きだったよこの前もう終わってからね、3人でカラオケに行っちゃったんですよ、うん、楽しかったよね。楽しかった、歌うまいんだよ私のね。めっちゃブログでね、見てくださった方は分かると思うんですが、うん、なんともね、なんともね、あふちゃんね、もうはしゃぎまくってて、ずっとね、ゴールデンママの嬉しくて歌ってね、 でそれをね、写メいっぱい撮った時、本当のアムちゃんの絵のような妖怪な写真がいっぱい撮れてあー、頭振りまくるよそうなんです、ちょっと遡ってね、先月末のブログを見てもらいたいぐらいですね、うん、でも楽しかったね。楽しかったね、うん、あれは素敵な思い出。今日もこうワイワイね、この後も私たちまたデートしちゃうんだろうなーって感じなんですが、私たちのちょっとね、今日は面白いのもあるので、うん、私たちの告知を聞いてもらいましょうかね、うん、そうですね。あ、その前にちょっといいよ、節分の豆まきはしないのか。あ、してほしい。そっか、バレンタインでしょ、超上からお庭外福は内す、あの、すんごいブラックアムちゃんが適当になってます拍手も入ってますよ。あ、21だったよね。ねえ、21終わってから殴り合い、あ、もうなんでそんなバレてるんだろうねもうね、番長はね、あの、一発殴ったら2倍返しらしいから怖いよスタジオ分かりやすい方がありがたい。あ、分かりやすいですよ、うん、なかなか。次回の放送は2月の23日で、にゃんにゃん、もっと可愛くやって、にゃんにゃんってことで、猫のコスかな。そう、あんま季節もなんかここまで季節できたのに全く季節関係ないんですけど、にゃんにゃん放送しちゃいますね、来月は。皆さんお楽しみに。アムちゃんは、そして明日なんかあるんだよね。明日はですね、カンバ姉妹トークライブが新宿ネイキッドロフトという場所でやります。で、夜なので、お酒飲みながら喋るので、まあ、よかったら来てください。夜なんだ。そう、ブログを見てくれたらお願いします。あれ、ないね、ちょっと無視できないのがあるんだけど、番長お庭番長あれ、なんかおさむさんってこんなに冷たい方でしたっけゆう
久しぶりで、やっぱあのユーニさんだね。ニヤンニヤンって入ってるよ。バンチョンのさ宣伝は？そうなんです。私もですね、実は明日もあるんですけど、うん、あの今年初の秋スタさんで撮影帰ります。なんで私あの朝から午後なんで、うん、私の行って夜はみたいなとこに行っていただくのが一番ありがたいかなっていうね。確かにありがたい。それがじゃあお酒おごるよみんな。私も行こうかな。おごりよおごりよ。そんな感じなんですがですね、今日なんと私今年初ライブがこのあと夜の8時20分からいつものブレイバーであるんですが、はい、ぜひとも皆さん遊びに来てもらいたいんですけど、今日はですね、うん、なんともこのままアムちゃんが見に来てくれるんですよ。イエーイ、ギロッパーギロッパーギロッパー。私たちがヘベレキじゃならないうちに皆さん声かけてください。イエーイ。ぜひとも皆さんアムちゃんファンの方もアムちゃんに会えるんで会いに来てください。ちょっとカバン姉妹って言ってるよ。カバン姉妹？カンバだよ。来月は行けるかな。ケンケンさん来月これ並べてほしい。ぜひとも。あとあずきさん、ありがとうございます。トークライブすっごいいろんな人の裏話言うんで、ダミスさんとかブラックガムだからね。どっちも遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。で来月はニャンニャンの2月23日ですね。うん、でいつもと一緒の1時からの放送になります。で観覧もできるんですけど、この後、うん、撮影会とちょっとしたお茶会もやってます。今から楽しみたいと思います。ちょっと入場料持ってってそれはダメでしょ。お酒より入場料なんだ。お酒でしょ。入場料はちょっとダメよ。お酒はねきっとねアムちゃんがこうそこのお店の人を脅すと思うんで、イエーイ。ブラックアンドがひな祭りスペシャル、確かに思ったんだよね。ひな祭りスペシャルやろう。ひな祭りスペシャル、うん、ああひな祭り、そうだね、ひな祭りはそうか、前だからちょうどいいんだよね。そうにゃんにゃんだけど、にゃんにゃんひな祭りにゃんにゃんひな祭り、あれちゃう、なんだろうね、何ができるかな。ひな祭りだからでも何もすることないんだよね。あられ食べるってな、そうだね、なんか無駄にここにこうあられを並べるとか、ひな壇並べられないしね。そうダメな感じでございます。うん、裏話楽しみでしょ。裏話はよ、あと格闘家とかいろいろあるのよ、ジャンルが。じゃあこれやめなさい、これジャンルがあるの。野球選手とかいろいろ、あ、そこでしか話せないし、にちゃんとかでみんな書かないように脅してるから、そこでしか聞けない。で一番ブラックアームが分かりやすい場所ってことですね。そうです。そんな感じで今年一発目の放送でしたけど、どうでしたか、楽しんでいただけたでしょうか。うん、はい、30分は早いもので、この後私たちは撮影会とお茶会で楽しみたいと思います。皆さん来月2月23日にゃんにゃんでお待ちしております。にゃんにゃん怖い。にゃんにゃん、もういいや。みんな今日もありがとう。バイバーイ。あ、八王子以来だって、ありがとう。